はるばる佐渡までお越しいただきました生活の党代表小沢一郎先生をご紹介申し上げ、ご挨拶を頂戴したいと思います。それでは小沢先生、ただいまご紹介いただきました小沢一郎でございます。今日は皆さんには大変お忙しい中をこうして、私の同僚であります森裕子議員のために、報告会にご参加をいただきました。本当にありがとうございます。友人の一人として私からも皆さんにまずもって、心から御礼を申し上げます。本日は誠にありがとうございました。そして今日はただいまご挨拶を頂戴いたしました。私大変日頃からお世話になっております、この佐渡の出身の大正昭和グループのオーナーであります平社長からご挨拶を賜りました。またその前には川口元市長さんからもご挨拶賜りました。本当にこうして大勢の皆様のお力添えをいただいて、初めて政治家はみんなのために活動できるわけでございまして、その意味において政治家というのは、これも皆さんの手で、皆さんの手作りで、作り上げるというのが、私は本来の民主主義のあり方だと思います。ましてや森君は先ほど来話ありましたけれども、私どもの仲間でもね、男を含めましても最高の勇者でございまして、本当に頂上を走ってきちんと筋を通した議論をするものですから、大概の与党も野党も含めてですけども、相手が参っちゃうんですが、そういう筋を通すというのは、これは言うべくしてなかなか難しいんですね。特に政治家はそうです。やっぱりみんなから選ばれますから、それぞれの皆さんのご意見も聞かなくちゃならない。また森君は新潟全県が選挙区ですから、佐渡の皆さんの話も聞かなきゃなんないし、新潟の方も長岡の方も上越の方も、各地域のそれぞれ違った環境の皆さんのお話を聞かなきゃなりません。ですからなかなか自分のこうだという政策をただそれだけを押し通すということではありませんけれども、自分の信念をきちんとそれぞれの皆さんにお話しするということは、本当にこれ難しいですね。こっち行けばその人の意見とに合わせてそうだそうだと、こっち行ってもそうだそうだと、みんなにそうだそうだ言ってやれたんでは、これは何も結論が出ません。そういう意味で、私も森君と似たような性格でございまして、もう少し、調子よくやればいいじゃないかっつって友達に言われることもありますけれども、やはり政治家は国民の皆さんに選ばれて、そして、自らの信念に基づいて、この町づくり、ふるさとづくり、国づくり、それを行うというのが役割でありますし、そしてまたそれによって、国民の皆さんの暮らしと命を守っていくと、こういうことに政治家の役割というのはあるんだと思います。私どもは生活の党、国民の生活が第一ということを掲げております。
まあ、これは何も国民皆さんにおもねって言ってるわけではありません。政治とは国民の生活を守ること。国民の生活を守れなくて政治はありえない。私はそういう意味においてですね、時々ね、古い日本でもこの国民の暮らしを守るということについて古い逸話がございます。時々話するんですがね、ずっとまさに古代の仁徳天皇の逸話でございます。都のね、高円に上がって都をずっと見渡したら、食事の時間なのに、各家からご飯を作る煙が全然立ち上っていない。どうしたんだろうといったところ、今本当に国民が生活に困っているという話を聞きまして、仁徳天皇はそれでは大変だということで税金をなくしまして、もちろん限定的でしょうが税金をなくし、そして民の生活がまず第一だということので政治を行った。その結果ですね、数年経って、また同じように都をずっと眺めましたら、ちゃんと朝日の時間、夕日の時間にはそれぞれの家のかまどから煙が出てたと、まあ、こういうお話があります。ところが一方で宮中の費用を全部削っちゃったもんですから、宮中は草がぼうぼう生えて本当に雨漏りがしたり、そういう状況に陥っちゃった。まあ、その時にね、皇后陛下がこんなになっちまいまして、これはもう大変ですよと言いましたところ、天皇の地位というものは国民の暮らしを守るためにある、これでいいんだと、まあ、そうおっしゃったという逸話があります。私はそういう意味で、日本は古来からまさにリーダーたるもの、国民の暮らしを第一に考えてそれを守っているというのが政治のまさに要点であると、そのように思っております。それで国民の生活は第一、生活の党ということにいたしたわけであります。まあ、その我々はこの間の選挙でもって、まあ、民主党も惨敗しましたけれども、私たちもその一国の中になってしまいまして、小さな政党になりましたけれども、まあ、私は8年前でしょうか、当時我々は自由党と、森君も一緒でしたが、自由党という政党で、これまた小さな政党でしたが、そこと民主党、今の民主党の前身ですが、これもそれほど大きな政党ではありませんでした。まあ、このその時の状態にちょうど去年の暮れに戻っちゃったんですね。民主党も我々の党もですね、人数から言っても同じようなものになっちゃった。ですからね、私は去年の選挙でみんな仲間の人たちも多く落選しました。みんながっくりしてね、意気消沈してですが、しかしよう考えてみなよと、あの民主党と自由党を合併する前の状態に振り出しに残念ながら戻っちゃったけど、あの自由党と民主党が一緒になった時、この政党がね、天下を取る、政権を取るなんて誰が思いましたか。多分あの時ほとんどの人はまさか政権取るなんて思ってなかったと思います。しかしながら、あの中から私たちは国民皆さんのお力を得て政権を取りました。残念ながら私も先頭に立って、日本全国飛び回ったものでありますので、本当に、せっかくの期待に反することになってしまいまして残念でなりません。
僕はね、野田さんや菅さんやなんかよりもはるかに、全身全力でもってあの選挙戦3年半前ですけどね戦いましたから、こんな格好で政権を投げ出してしまうようなことになったのは本当に誰よりも残念でなりません。しかしながら、だからといって面倒出版だからしゃあねえやということで、このまんまにしていたんでは私は日本の将来も非常に、おぼつかないことになるし、また私とも政治家としてこれで諦めてしまったんじゃその責任を回避することになってしまう、そういう思いでですね、もう一度振り出しに戻っちゃったけど、また政権交代を目指して頑張ろうと、そういう決意で今森君みんなとやってくるわけでございます。私ども本当に3年半前の選挙の時はですね、マニフェストを示してこういうことをやりますということで戦いました。ちょうど日本の国内でもようやく長い自民党政権のいろんな矛盾が表面化してきました。それを自民党の政治家もまた官僚もこれを矛盾を克服することができない、なんとかしなきゃいけない、そういう思いだったんだろうと思います。国民の皆さんも我々を支持して、やってきました。自民党の政権、いいことも悪いこともいろいろあったと思います。もちろん何党でもね、自民党だろうが民主党だろうが生活の党だろうが何党だろうが、国民の皆さんの生活をきちんと守って国の将来にわたって安泰を図ってくれれば何党だっていいんですけれども、半世紀以上自民党政権が続いたわけでありますね。その中で高度成長もなくなって、バブルも崩壊してという中で、いろんな矛盾が出てきた。その大きなことは日本の国で、格差が非常に広がったということです。日本は高度な経済成長、奇跡の復興と言われるぐらい戦争も経済がうまくいきました、右肩上がりで。これほどの経済成長をしても世界中でですね、先進国で最も格差の少ない平均的な国民の生活レベル、所得の国であったんです。ところが自民党政権の末期、特に小泉政権以来ですね、どんどん格差が開いた。格差はいろんなことあります。まず皆さん、そして私も東北のさらに北国の岩手の出身ですから、同じような問題点を抱えていると思いますけれども、まず東京と地域の格差であります。そしてまた所得の格差であります。それからまた雇用の格差である、いろんな意味で大きな格差が生じてきました。急速に日本は今言ったように世界の先進諸国の中でもトップクラスだった、最も格差の少ない国がこの10年間に急速に下位になってしまいまして、20番目30番目というようなところに落ち込んでしまいました。これをやはり直していかなくちゃならない。特にですね、やっぱり大都会と地域の格差というのはこのまんまですとね、また残念ながら自民党政権になっちゃいました。元の木阿弥ですが、このまんまだと小泉政権と同じような考え方を今の安倍政権も取ってます。いわゆる
自由競争、自由市場、力の強いものは勝っていいんだと、勝ってもこれはいいんだという考え方がその背景にありますから、またまた格差が大きくなっていくということだと思います。私はこの格差を直していくためには、特に大都会と地域の格差を直すためには、本当に地方主権、地方自治、まあ、ずっと前からね、地方自治地方自治言われましたけども、実態上はどん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 地方は寂れていく。私どもの方もそうです。過疎高齢化、なぜこうなるんだ、これを直すにはどうしたらいいのかということが最大の問題点だと皆さんも肌で感じておられると思います。これはね、ただ単に個別の政策、農業政策、漁業政策、個別の政策だけで何とかしようとしても無理なんです。結局一番の元はですね、全てのことを東京霞が関でですね、全部金も権力も全て握って、地域のことを全然知らない人が全部プランを立てて金を配って、それでいち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 あだこだあだこだと文句つけるという仕組みが今日の官僚支配の仕組みであります。ですから例えば市町村でも、先ほど お話もありましたけれども、自治体であろうが、あるいは民間でもですね、本当に東京行かないと大きな会社でも最終の決済はみんな霞が関ですから、全部大きな会社は結局集まるということになってしまうんですね。欧米では、ヨーロッパやアメリカでは、世界的などでかい会社が地方に本社があるっていうのはたくさんあります。なぜかというと、この地方でもですね、用が足りっからなんです。ですからどうすればいいか、要するに地方にもっと権限とお金をきちんと渡して、そして地方は地方の知恵創意工夫でもって、皆さんの自分たちの暮らしを、自分たちの町づくりをやりなさい。中央政府は何するか、国防とかね、防衛の問題、外交の問題、危機管理の問題、大災害、まあ、この間の東北の大震災みたいなこともある、そういう、あるいは治安のこともある、そういう国家レベルでなければできないことはに中央政府は特化しません。あとのことは全部地元に任せると、こういう国の行政の根本を、政治の根本を変える、改革しなければならない。そうでなければ絶対地方自治なんていうような言葉だけで本当の地域の振興はできません。私どもはそう言って私は来たんですね、特に。ところがこれはですね、中央のお役人のね、権力を奪うことになるわけです。ですから私はもう一心に恨みを抱えまして、批判を集中、官僚旧体制で既得権を持っている官僚をはじめ皆さんから、あいつだけは、小沢だけは絶対許すなという最大限の抵抗に遭いました。その最たるものが私に対する検察の捜査であります。私は何にも悪いことしていません。不正な金一文ももらってない、何の証拠もないのに強制捜査ですよ。もう突然強制捜査して、しかも政治的に言いますとね、政権交代の半年前に野党の党首の強制捜査するっていうことなんですね。こんなのね、発行執行の独裁国家でもあれば別ですけどね、民主主義国家でありえない。もちろん
私が割としてちゃんとその証拠もあってされるんならしょうがないですけども、何にもない。しかし3年半これでもってずっと政治活動を束縛されてきました。まあ、そのことはね、森君がね、キャンキャン言ってね、検察の罠という本にも表しておりますからお分かりと思いますが、まあ、私はこれをね、全部言い訳に使おうとしてるんじゃないんですよ。ただ残念ながらせっかく政権交代したその3年間私は政治的な行動を制約されてしまったもんですから、本当に自分も民主党政権の進化を発揮することができなくて終わってしまった、まあ、そういうようなことであったんですが、しかしいずれにしても私どもはそういう大改革をする、これはものすごい今言ったように抵抗が大きいです。それは改革ということは既得権を持っている人たちはその利権を手放すことになります。国民のためだと言ってもそれはそう簡単にできる話ではありません。ましてね、官僚機構というのは兄弟であります。明治以来ですからね、戦争を負けてもなお生き残ったのが官僚機構なんですよ。軍部はね、全部やられちゃいましたけれども、行政官僚はずっと生き残りました。そして戦前以上に私は戦後の行政官の力は強くなったと思います。あらゆる生活に全部役所のコントロールが来ております。皆さんもお分かりと思います。漁業やるにも農業やるにも商売やるにも本当に役所と喧嘩したら絶対何もできないです。役所に意地悪されたら何もできない。そういう社会システムなんですね。日本はお上の力、官僚の力が異常に強い。そして官僚の裁量権という、裁量権というのはそのお役人の当事者の意思によって、いいとか悪いとか出す幅がうんと大きいです。だからこいつはダメだと思ったらやられるし、まあまあ見逃してやるかといえばいいとか、それはみんなそうですね。何事もですから、そういうような中で私は本当の国民の生活に目を向けた政治はできない。だからもっともっと地域社会が自分自身で自主的に、町づくりをふるさとづくりをやれるように、そのためには金もなきゃいけない、権限もなきゃいけない、これを地方に移そうということを主張しております。まあ、私は今度のね、東北の震災でやられた3件のうちの一つなんですけどね、この間も言ってきましたけれども、いまだ全部海岸地帯はね、うち全部流されたままのボロになって全然打ち立ってないんですよ。その国のお金をね、十何兆円だつぎ込んだなんだかんだ言ってますけれども、結局今までと同じやり方、今言ったように霞が全て、しかも各省庁縦割り、農林省は農林省、県政省は県政省、みんなは縦割りだから、復興庁なんて作ったってあれなの権限もないですから、手続きがめどくさくなっただけでかえって邪魔なんですが、全部今までと同じようにですね、このあれだけの千年に一遍の津波の大震災だっつってんのに、全部同じように今までと同じようにしちかできない。だからいちいち行って書類出して、この書類踏み立ちは返されて、また行ってという話を大災害でも繰り返してるんですよ。だからなかなか復興が進まない。金一体どこ行ったって十何兆円の金どこに使ってんだっていうくらいに、本当に必要なところにお金が回ってこないというのがこの官僚支配の現実なんです。これをですからね、うちの知事もね、市町村長さんもね、我々が言ってるように、お金も権限も任せっから、これは非常事態なんだから。
特に任せると、お前たちの家に使えと言ってくれたら、もっともっとスピーディーにもっといい復興ができると、こう言ってるんですよ。現地知事もね、マスコミでも言ってます。そのぐらいね、この非常に無駄が多くて遅いんです。仕事がじんたらじんたらやり、東京行って帰ってきて、また行ってまた帰ってきてっていう話ですから、そういうことを繰り返しているのが今の震災の対策で最も顕著です。特に原発、これはもうもう時間経ちますからやめますけどね、原発なんて本当大変ですよ。俺なんかね、就職したみたいなことを政府もマスコミも言ってるでしょ。これはあの事故ですね、あの福島の事故ですよ。なんか水が、あの放射能の水また漏れたなんてやってるでしょ。あれ空中にも放射性の物質が毎日出てます。あんなに壊れてるんですからね、漏れないはずがない。だからここをしっかりと放射能の封じ込めをやらないと、日本の将来は私は非常に危ういと思ってます。彼らが言ってるようなね、簡単な状況ではありません。ですから世界中でね、びっくりしてるんですよ。ドイツはね、私この間ドイツ行ってきたんだけども、森君も行ってきましたがね、ドイツはチェルノブイリのね、ロシアのあの事故でもって原発に対するいろんな不安やら意見が出て、どうしようこうしようって議論になったんですが、福島の原発事故でドイツは10年後にやめるって決めたんですね。だから福島の日本のことでドイツはやめるって決めたから、ただ日本の方ではそういった事故の処理もまだしない、その中で、さらに、原発推進という安倍内閣の方針ですから、これは意見はいろいろあるかもしれませんけれども、少なくても事故、この原発の放射能の事故だけはこれだけはしっかりとやっておかないと大変なことになる。まあ、いずれにしろそういった大きな問題も官僚任せの政治の行政の中では思い切った施策の実行ができないということなんです。だから政治家は最終的にいけないんですけれども、国民皆さんにもぜひね、しっかりと筋を通す政治家を信じてもらいたいのはここにあるんです。結局ね、役人も責任取りたくないからおにょむにょむにょむにょしてるんですよ。政治家も役人に任せてた方が無難だからって言って役人に任せる。ちょっと誰も本気になって責任取ってやる人がいなくなっちゃうんですよ。だからこんな政治じゃダメだっつって。だけれども政治家もね、本当にもう選挙という関門をくぐり抜けて初めて活動できるわけであります。私どもも小さな政党になりましたけども、この7月の選挙はね、何としても同志の皆さんも当選してもらって、そして2年後か3年後か分かりませんが、総選挙でもってもう一度本当に国民の生活第一という考え方の政権を作りたい、そう思っているところでございます。どうも今日は森君の願いに入ったわけでございます。どうぞこの佐渡の皆様の温かいお力添えをいただいて、3度目の参議院に森君を送っていただきますよう重ねてお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。ありがとうございました。